はい,はい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 。また負けたね、ジャイアンツ。ほんまに、あと一本って言った一本なんやけど、まあ、それでえへんかったら結局、負けるよね。で、最後の9回なんやけど、 あそこのバントも、まあ、ちょっと疑問に思った人もいると思うけど、俺はね、あの後に、ちょっと気になったところあったから、今日皆さんにね、それを共有したいなというふうに思っております。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元読売巨人軍の選手であった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。 まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願い,いたします。はい、そんな感じでですね、今年中、2024年中ですね、チャンネル登録者数5万人。500人ちゃうよ。5万人をね、目指しておりますので、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願い,いたします。はい、そんな感じで今日もやっていこうかなというふうに思ってるんですけども、今日はですね、先ほど終わりました、 ジャイアンツと DNA ベイスターズの試合解説をやっていこうかなというふうに思ってます。まあ、あの結論から言いますとね、2対1で、えー、DNA が勝った試合になるんですけども、実はこれね、僕予想通りで、えー、当たってまして、 まあ、どちらが勝つにせよ、おそらく接戦になるだろうというふうな予想をしておりましたけども、まあ今日出して、えー、出させていただいた動画でね、まあ2対1で、1対2で負けるだろうというふうな予想をしたんですけども、まああの、合ってたなというところでした。はい。えっと、じゃあね、今日の試合を,を振り返っていきたいと思うんですけども、まあ2対1というところでね、得点はあんまり入ってないというところです。で、 巨人はですね、大城さんのタイムリーと、ま DNA は2点でね、1点目は、渡来選手かな渡来選手のタイムリー。2点目は関根選手のタイムリーというところで、2対1というところで DNA が勝ってます。で、まずね、試合を振り返っていく前に、今日すごく良かったなというふうな思う選手はですね、まあジャイアンツって言ったら、まあ戸郷選手ね、戸郷投手、まず良かったと思います。普通に出来は良かったと思います。 で、えーまあ、特にストレートという割合をね、今日増やしてるんだ、あ増やしてるなっていう感じはしました。で、えー、DNA に関してはね、えー、間違いなく、まあ、東投手は良かったんですけども、僕が一番良かったなっていうふうに思うのは山本捕手ですね。山本捕手がめちゃくちゃいいリードで、えー、引っ張ってたっていうのがありますと。で、非常に相手バッテ、相手バッターの巨人打線のタイミングであったりとか、えー、伏線とかをね、よく回収してたなっていうふうに思いますし、ストーリー性のある配球っていうのを、 お組めてたかなというふうに思います。まあそこをしっかり投げ切ったね、え、あ投手っていうのがもちろんすごいんですけども、山本投手がね、しっかり影で育て、あの、支えてるっていうところがね、ありましたんで、非常に良かったと思います。あともう一人上げるなら、 マキ選手ですね。マキ選手。まあ非常にまあバッティングというところが持ち味の選手ですけども、今日に関しては走塁というところをね、えー、めちゃくちゃ僕は評価してますというか、今年マキ選手その走塁に対する意識もすごく高まってるんじゃないかなとっていうふうに思わせるようなね、えー、内容でした。じゃあちょっとね、えー、今日の試合を、僕が思うね、えー、ところを振り返っていきたいと思います。こんな感じでメモ変えてるんでね、えー、皆さんにできるだけわかりやすくね、えー、お話ししていきたいと思いますんで、ぜひ最後まで見ててください。これ見てったらね、まあ マジで野球詳しくなるし今日のね、えー、ジャイアンツとあのベイスターズね誰が良くて誰が悪くて、えー、野球ってこうなってるみたいなことがわかるんでぜひ最後まで見てってくださいはいまず僕がちょっと1個目ね気になったところというかめちゃくちゃ良かったなという風うに思ったのが今日1回表の DNA の攻撃の際の吉川選手のゲッツー 呃、取ったとこなんですけど、まあ、ノーアウト一塁っていうところから、あー、クワラ選手ね、あのー、セカンドゴロ打ったんですけども、まあ、クワラ選手も足が速いランナー、あーランナーというかバッターランナーですけども、っていうところで、吉川直樹選手がね、 え、セカンド取って、二塁送球することなく、ランナーをタッチしてから、渡辺選手をタッチしてから、ファースト力ってね、ゲッツー取るっていうところで、これは非常にね、いい、優れた打球判断だったと思います。これは二塁に転送して、ファーストに投げてるようじゃ、まあおそらくセーフだったんですけども、そこをしっかりランナーにタッチしに行ってから、ファーストに送球するっていうところで、やはりね、吉川選手のこの守備力っていうのは、まあ、唯一無二というかね、非常に素晴らしいなと、改めて素晴らしいなというふうに思いました。 で、次僕が気になったところは、これ、1回裏の、ジャイアンツの攻撃なんですけども、1アウトからね、カドキ選手がフォアボールで出るんですよ。で、まあ、東投手ってもともと、まあ、皆さんも分かってると思うんですけども、コントロールが非常にいいピッチャー。で、なかなかフォアボールとか、あ自分で自滅,自滅するようなバッ、ピッチャーではないんですけども、そこでしっかりフォアボール取れたというところ。で、ここでね、1アウト1塁から、丸選手がね、えー、セカンドゴロゲッツーになるんですけども、ここもね、えー、先ほど、 あの言うたら、門脇選手にフォアボールを出してるんですけども、しっかり修正してね、えー、コントロールよく投げ切ってた。うん。外のストレート。おやっぱり引っ張らせ、引っ張らせて、えー、進塁打を打たせたくないっていうのが DNA のバッテリー、バッテリーにはありますから、外中心の配球になってまして、外のストレートと外のスライダー。もうこれもどっちもギリギリっすわね。ギリギリのところに投げて、 えー、セカンドゴロに打ち取って、463というところで、えー、打ち取ったっていうところ。フォアボールで出したランナーをしっかり、えー、463で打ち取れたっていうのは、東投手のね、その修正能力もそうですし、そこにしっかり投げ切ったっていうところがね、非常に大きかったと思います。で、えー、僕が次気になったところはですね、2回裏のジャイアンツの攻撃なんですけども、先頭の岡本選手がね、あのー、2塁打打つんですよ。レフトに。2塁打つんですけど、これもね、 今日のね、あの、山本選手、山本保守のね、攻め方なんですけども、特に1巡目、ジャイアンツが1番から9番まで行くまでに、非常にインサイドを見せてたんですよね。で、あの、ま、岡本選手に対しても、ま、2球インサイド、ストレート行きまして、えー、2球目のインサイドを引っ張った形でね、えー、レフト戦というか、レフトに2塁打を打つんですけども、ここでね、あのー、ノーアウト2塁というところで、坂本選手、うー、ま、センターに浅めのフライで、えランナー動けずと。 で、えー、ワンアウト二塁から、オコ選手、詰まらせた、ショートゴロで、えー、ツーアウト。で、ツーアウト二塁から、大城さんがね、タイムリー打つんですけども、ここもね、えー、ストレートのアウトコース構えだったんですけども、真ん中、まあ、ややインコース気味に入ってしまって、えー、ライトマイヒット打ちますと。で、ここで、 しっかり横浜選手がホームまで帰ってきた走塁もそうでしたけども、大城さんもね、そこまで足は速くはないんですけども、しっかり2、えー、塁まで進塁できたっていう、このね、2人の走塁っていうのは素晴らしかったなというふうに思います。で、えー、まあその、えー、東投手で言うと、右打者のインコース、左打者の外、 っていうところが、えー、非常に要求はしてるんだけど、あまりきっちり決まってないっていうところが、あの、今日あったんですよ。一巡目ね。特に。ただ、そこをね、あのー、根気強くというところで、えー、山本保守は要求をし続けたっていうところは、非常にね、えー、今日、バッテリーがね、良かったところかなというふうに思いました。で、えー、4回裏ですね、僕次気になったところはね、4回裏ジャイアンツの攻撃だったんですけども、先頭の丸選手がですね、レフトに、 インコースで詰まりながらなんですけども、レフト前に落としましたと。で、えー、ノーアウト一塁から、ここ岡本選手の打席なんですけども、ここがね、伏線効いてました。マジでね。先ほど言ったように、インサイド2球いって、ツーベース打たれてるんですよ。で、ここで岡本選手が考えるのって、えー、やっぱり、先ほどインサイド来て、インサイドを引っ張って、あのー、ツーベースにしてるんで、もう俺にはインサイド来ないでしょと。 いうふうに思ってるわけですよ。で、そこで、山本保守はですね、それを、そういうふうに考えてるだろうというふうに、えー、先読みしましてね、インサイドにもう一球行くわけですよ、初球。バーンと。そしたら岡本選手にびっくりした感じで、ね、見逃すんですよ。バーンあれ俺にもう一球インコース来,来たかと。さっき打ったのにまだ来るかというふうに思わせるわけですよ。で、二球目、えー、外で、えー、勝負するかなとかいうふうに僕は思ってたんですけども、そこでもう一球インサイド行ったんですよね。 ただしかしここで言ったのは、先ほどのストレートじゃなくて、スライダーね。うん。岡本選手からすると、あ、またインコース来たお前なめんなよっていう風に振りに行ったんですけど、そっから曲がりに行ったんで、ファールになっちゃうんですよね。うん。スーストライク追い込まれるわけですよ、そこでね。で、岡本選手は先ほどの1打席目からもうインサイドしかまだ見てないわけですよ。だからさすがに、 もうインサイドはないでしょというふうに思ってるわけですよ。外に落とすなり、外にま、えー、っすぐ投げるなり、さすがに俺に対して、こんな続けてインコース来ないでしょと思ってるわけですよ。で、そこで、山本保守がね、またインコース出すんですよ。次はまっすぐでね。で、それでもう岡本選手は全く待ってないわけなんで、そこで見逃し三振を取るんですよ。うん。これはね、痺れました、正直。お、あの、投げ切った東投手も,ももちろんなんですけども、この山本保守がね、もう徹底的にこの岡本マークというか、 岡本だけに絶対打たさないよっていうのはもう見て取れたんでね。もう、そこはね、素晴らしい配球だったなというふうに思います。あ、完璧に裏書いてる配球。うん、素晴らしい。痺れました。で、ワンアウト一塁から、あ、坂本選手がこれね、ライト前ヒット打ったんですけども、これも天才なんですよね。え、どういうことかっていうと、前の岡本選手の対する、岡本選手に対する配球っていうのは、坂本選手は絶対見てるわけですよ。おう。 次のバッターなんでね。あー、えらいインコース来てんな、カズマの打席でっていうふうに感じてるわけですよ。で、坂本保は、坂本選手はそこで、もう俺にはインコース来ないでしょというふうに思ってるわけですよ。ただ、山本保守はですね、この配球を坂本選手は見てるから、俺にもインコース来るでしょというふうに思ってるやろうというふうに思ってるわけですよ。で、そこで坂本選手はね、えー、もうインコースないでしょと思ってるわけですから、 アウトコースに焦点を絞って踏み込んでいくわけですよ。で、山本保守はね、えー、インコース来ると思ってると思ってアウトコース行くんですけども、それをね、もう天才スは坂本選手ね、あの、アウトローの低めに来たんですけども、それをね、初級で一気にもうライト前に打つっていうところで、もう完璧に呼んでね、アウトローの球を打ってるっていうところで、 これはね、坂本選手が一枚上,上手だったなというふうに思います。まあ多分おそらくですけども、山本星も、うわ、やられたと。さすが坂本選手やというふうに思ってると思います。で、ワンアウト一二塁という場面だったんですけども、ここでね、奥江選手がショートゴロゲッツを打っちゃうんですけども、ここもね、山本星のね、リードを光りました。というのも、 えー、二球目にね、ストレートの、インサイド行って、おコ選手がレフトにファール打つんですよ。で、これで多分おそらく、あ、オコ選手、多分このインコースのボールを、引っ張ってファールできるってことは、おそらく、ストレートにー標準を合わせてるだろうという風に感じるわけですよ。で、そこで、 えー、安易にね、もうすぐ変化球行ってしまうと、あのー、オコ選手もね、変化球狙いに切り替わってしまうんで、そこでもう一球ストレート行ってから、ストレートのインコースもう一球行ってから、チェンジアップで落として、えー、ゲッツ取るというところで、非常にね、アズマ投手のコントロールがあるから、こういう配球ができるんですけども、しっかりね、相手の読み玉を明らかにして、 で、すぐ変化球行ってしまったら、相手もね、変化球マークになってしまうから、もう一球インサイドにまっすぐ見せてから、それもボール球で見せてから、あ、俺にまだストレート来るぞじゃあストレート狙いのままでいいやと思わせてからのチェンジアップでね、ここで、ショートゴロゲッツー取るっていうところで、素晴らしいですね。敵ながら、この山本保守の配球素晴らしいです。はい。めちゃくちゃいい配球してます。で、ゲッツー取られてしまうというところ。あと一本が出ないというところですね。 で、次気になったところは、またこれ5回裏のジャイアンツの攻撃なんですけども、ここもね、先頭大塩選手が、あー、ライトへ2別打つわけですよ。で、特に、今日に関しては、東投手ね、えー、なかなかこの右バッターに対する攻めっていうのはうまくいけてたんですけども、左バッターに対する攻めっていうのは少し甘かったんですよね。というのも、やはり、東投手ね、 非常にこう、チェンジアップっていうのが、ああ、武器になってくるわけですけども、左打者に対してなかなかチェンジアップを投げれないというところがあるんで、ストレートとカットボール、スライダーとかね、そういった吸収、の中心な配球に左バッターの場合になってしまうんで、そこで一球種減ってるわけですから、左バッターに対するその攻め方っていうところが少しね、ー、まあ難しいというか、あちょっとこう、あの、うまくいってないなっていうふうなところはあったんですよ。で、そこで、 あのー、大塩さんがね、えー、ライトで2ヴェッ打ちまして、チャンスで、あの、ノーアと二2塁で吉川選手になるんですけど。で、ここで、えー、3ボール1ストライクっていうところで、非常にまあ難しいところではあるんですが、外のスライダーを、お吉川選手が振ってしまうんですよねあ。ストライクからボールになるボールなんですけど、そこをちょっと振っちゃうんですよ。 で、ここで、えー、2、ツーツーストライク、3ーボールになって、結局ね、えー、空振り三振、えー、内角低めぐらいに、え、チェンジアップ落とされて、三振しちゃうんですけども、もしここでね、あれを見逃せて、ファーボールなんか取れてたら、おそらく次の、お、戸郷選手で、送りバントして、えー、萩尾選手で、えー、ワンアウト2、3塁という場面で、えー、迎え入れてたんで、もしかしたら点入ってたかなっていうふうな感じはするんですけど、まあ非常にね、えー、その外のスライダーになる、 外のスライダーのボール球を振ってしまった前にね、インサイド1球見せられてるんで、そこでね、あの、意識して、外のスライダーのボール球を振ってしまったっていうところがあるんですけども、そこをね、あの、と、もし、バットが止まったとしたら、今日のね、展開っていうのは、また変わったものになってきたんちゃうかなというふうに僕は思いました。 で、えー、結局ね、戸郷選手がサードゴロ。ワンアウト二塁で、戸郷選手がサードゴロ。で、ツーアウト二塁で、萩尾選手が、えー、チェンジアップ三球、えー。これもですね、先ほど言ったように、一巡目はね、めちゃくちゃインサイドに、あのー、めちゃくちゃ行ってたんですよ。山本星ね。で、えー、このね、えー、5回裏というところで、ツーアウト二塁というところで、萩尾選手、めちゃくちゃチャンスの時に、先ほど、チェ、まっすぐをね、めちゃくちゃ行ってるんで、インコースに。チェンジアップ三球行って、 えー、スライダー、ストレート、お、2球行って、で、最後、チェンジアップというところで、えー、空振り三振取ってるという,と,いうところで、まあ、萩尾選手からしたら、先ほどインサイドあんだけ見せられてるんで、えー、チェンジアップが来るとね、なかなか打てないよ、というところで、これもね、山本星の配球勝ちというかね、えー、まあ、それ投げ切った、東投手がいっちゃいいんですけども、しっかりね、相手バッティーを見,見ながらね、えー、的を絞らせない配球っていうのはできてたんちゃうかなというふうに思います。素晴らしいですね。はい、で、 次気になったところは6回表なんですけども、これ DNA の攻撃ね。で、先頭、林選手が、あの、非常にもう詰まった当たりというか、めちゃくちゃどん詰まりの当たりなんですけど、えー、レフトへツーベース打ちますと。で、ノーアウト2塁から、これ、東選手がね、えー、ピッチャーにバントするんですよ。バント、ピッチャー前にバントして成功するんですけども、ちょっとここ僕思ったのが、これって、ここって、簡単にバントしちゃダメなんですよ。バントさせちゃダメなんですよ。どう考えても。で、ストレート全部、ストレート4球いってるんですよ。 おうで、ストレートっていうのは非常にバントね、えー、まあ難しい球ではあるんですけども、さすがにストレートの4球、外気味に行ったら、あず投手もさすがにバントできるやろっていうところ。インハイ投げたりとかあの、スライダー、カットボール系投げたりとか、もうちょい工夫があ,あってもよかったのかなっていう風に思うし、あの、ここはね、簡単にワンサードにさせたくないっていうところがあるんで、 ここはね、ちょっとバッティーとして、もうちょいこのバントを簡単にさせない工夫高め投げさせたりとか、インハイ投げさせたりとか、カットボールでバットの芯を外して、キャッチャーゴロに打ち取ろうというふうにやったりとか、そういう意図が、意図というか、もうちょいそういうのがあってもよかったんちゃうかな。結果的にこう、送られたとしても、そういう、うんなんて言うんだろう。やれることをやってほしいなっていう感じは僕は正直思いました。 で、ワンアウト三塁から、これ、渡来選手がね、これタイムで打つんですけど、ライト前にタイムで打つんですけど、これも、渡来選手ね、あのー、非常にこのチャンスになった時に、初球から振ってくるっていうのは分かってて、おそらくフォークボールから入ったと思うんですけども、そこをね、多分おそらくボール球なんですよ、これ。そこも、まあ、全身守備してきた、してたっていうのもあるんですけども、そこをしっかりね、一、二塁間抜いて、えー、ヒット打ったっていうところで、 ま、やっぱ素晴らしいなというふうに思いました。うん。状況によって、え、積極性を出すときもあれば、ちょっとボールを見てね、えー、た、あの、投手を投げさせるような打席のときもあるんで、そこはね、しっかり頭を使いながら、一番バッターやってるなというふうに思いました。いい選手だなというふうに思いました。で、次気になったところはね、これ6回裏ね、これめちゃくちゃ惜しい。ジャイアンツの攻撃だったんですけど、これ2アウトからね、岡本選手ね、回ってくるんですよ。2アウトランダーなしで。で、ここで、 え、ちょっとこれまでの打席を振り返りたいんですけども、一発目ね、一打席目、レフト戦に、え、レフトに二塁打打ちましたよね。これ、ストレート2球行きましたよね。え、で、打ちましたよね。で、二打席目、先ほど言ったように、え、インサイドを打ったから、インサイドないやろうっていう風に思わして、インサイド行って、結局見逃し三振しましたよね。で、これ三打席目なんですよ。で、岡本選手はもうさすがにストレートはないという風に踏んでるわけですよ。で、ここで、じゃあ何くんねんっていうところで、今日の、 東投手の投球なんかを見てると、チェンジアップが非常にね、右バッターに対して有効的だっていうところがあったんで、岡本選手ね、もうね、チェンジアップ一点張りなんですよ。一点張り。絶対チェンジアップ来るやろっていうふうに思ってるわけですよ。で、ここで、山本投手もね、チェンジアップ出すんですけど、初球ね、完璧狙ってたんですけども、ちょっとだけバットの先で、ギリギリ、フェンス手前のギリギリのフライになるんですよ。ここで、 えー、もしホームランとかなってたらめちゃくちゃ面白かったんですけど、ここはね、やっぱりね、岡本選手の読みっていうのも素晴らしかったんですけども、えー、まあず投手がね、なんとかギリギリ打ち取ったっていうところで、多分これはね、バッテリー二人ともね、えー、ヒヤヒヤしたと思いますよ。うわ、狙ってたな、ってよかったな、命びろいしたなっていうふうに思ってるわけですよ。はい。でもこれ、岡本選手の読みっていうのは素晴らしいなという風うに思いました。アウトになったんですけども素晴らしかったですね。 で、7回表、えー、次はね、これね、DNA の攻撃、えー、なんですけども、これね、素晴らしいですわ。はい、はっきり言って、牧選手めちゃくちゃいい選手。で、先頭牧選手ね、これライト前打つんですよ。バッティングだけじゃないんですよね、今年の牧選手ね。これ、ノーアウト1塁で、えー、宮崎選手打席来るんですけど、これね、えー、牧選手スチールするんですよ。で、僕も正直無警戒でした。はい。あ牧選手ね、まあ、セカンド守ってるんで、足はね、そこまで遅くはないと思うんですけども、やっぱりね、 盗塁するっていうイメージは僕持ってないですよ、僕もね。で、2ボール2ストライクから、多分ここフォークボール来るやろっていうふうに多分9周も読んでたと思うんですよね。うん、ワンバン来る可能性高いやろっていうふうに思って、リードもちっちゃめなんですけど、ちっちゃめでもう、あの、ピッチャーからはもう、牽制をもらわないような形でもう、めちゃくちゃいいスタートと切って、ヘッドスライディングでセーフなんですよね。ここで、 えー、投入を決められたっていうところで、まあ、無警戒って言ったら無警戒なんですけど、これをね、逆手に取って走った、この牧選手っていうのはマジで素晴らしいと思いました。めちゃくちゃいい走塁。で、えー、で、この宮崎選手がね、ショートゴロ打つんですけども、これもね、ちょっとボテボテのゴロだったんですけど、それをね、二塁ランナーからしっかり三塁に進塁できた。これをね、素晴らしい走塁を二連続でやったっていうところで、この牧選手素晴らしいね。敵ながら素晴らしい。うん。今日はこの牧選手の走塁が素晴らしかったですね。 で、で、ワンアウト三塁というところで、責任選手がこれセンター前でしょで、これで勝ち越しでしょ素晴らしいね。これも、この走塁のおかげですね。牧選手の走塁のおかげ。マジで素晴らしい。で、えー、まあ、ワンアウト一塁から山本選手に、二、えー、塁打打たれて、ワ、え、ン、ー、アウト二、三塁というところだった、ところだったんですけど、林選手をライトフライ。で、ツ、えー2アウト二、三塁で、ヤマ選手を空振り三振というところで、 追加点は与えなかったっていうところは素晴らしかったと思うんですけども、これやはりね、この牧選手にこのシール決められて、ショートゴローで三塁行かれたっていうのは、非常にね、この、戸郷選手に精神的なダメージっていうのは与えたというふうに思います。で、最後、ここ皆さん気になってるところだと思うんですけど、9回裏のね、えー、まあ巨人の攻撃なんですけど、まあ先頭の河田脇選手がね、ここでね、レフト前で出るんですよ。ここ素晴らしかったですね。 なんとか絶対出るという気持ち出てました。で、ノーアウト1塁、ここなんですよね。丸選手。まあ1点ビハインドの場面で、僕どうすんやろうっていう風に思ってたんですよね。で、ここで、まあおそらくサインだと思うんですよね。サインでセーフティーバウントするんですよ。で、キャッチャー前になって、キャッチャーが2塁送球して、まあ2塁アウトになってしまうっていうところ。で、まあここのバントの是非っていうのは、バントのこの議論っていうのは、僕は、 もともとそういう野球や、やるっていう風に言ってるし、僕はいいと思うんですよ。で、多分これおそらく、間違いなくこれノーサインではやってないと思うんですよね。うん、サインでやってると思うんですよ。だったら決めないと。だったら決めないと。で、僕が気になったのは、この後なんですけど、丸選手一塁残ってるじゃないですか。で、バントをしたっていうことは、おそらくですけど、おそらくというか、ベンチの意図としては、まず、1点取って、2対2の同点にしたいっていう、 意図があるから、意識があるから、バントを刺したと思うんですよね。うん。だったらよ、僕が監督だったら、僕がそういうふうに思うんだったら、この一塁ランナー残ってる、まあ、ワンナウト一塁じゃないですか、丸選手がいるわけじゃないですか。だったらここに、重信さん出せようと思うんですよ。絶対どうしても1点取って2対2にしたいというふうに思うんだったら、やることやろうぜと。 もう万事、全部、策尽くして、負けるんだったら負けようぜというふうに思うんで、僕だったら、ワンアウト一塁になった時点で、丸選手に変えて、ダイソー、しげのぶさん脱します。はい。で、これでね、もしね、逆転狙っていこうぜっていうスタンスだったら、ゲッツーとかしゃあないから、もう打っていけっていうふうに言う,言うと思うんですよ。僕だったらね。 だけど、バントをする試合で、まずは1点っていうふうに思ってると思うんですよ。だったら、ワンアウト1塁で丸選手が1塁に残ったんだったら、外野、外野だし、そのまま守備入れるわけですから、重信さんをダイソーに出して、あのー、スチールするなり、スチールしなくても、あのー、スチールあ、こう、スタート切らして、えー、相手に警戒させるなり、やっぱやれることはあるじゃないですか。 そこ,こを安倍監督が出さなかったっていうのは僕はちょっと疑問だなというふうに思いました。セーフティーやらすとかは別にいいと思うんですよ。ただ、セーフティーやらすんだったら、1点欲しいっていう意味だから、えー、ワンナウト1塁になった時点で、丸選手になんでダイスを出さなかったのかっていうのはちょっと謎でした。ここは、えー、ぜひね、あの、皆さんも一緒に考えてもらいたいところだと思います。で、えー、ワンナウト1塁からね、岡本選手がファーボールで出ますと。で、ワンナウト12塁でね、 えー岡、あ坂本選手が最後ね、えー、サードゴロで、えー、まあゲッツーとなって試合終了するんですけど、負けは負けでもね、そういう風に先ほど言ったように、1点を取りたいんだったら絶対、まあ余力を残しとくというか、うん、ピースを残しとくっていうのはあると思うんですけども、間違いなく1点取らないと延長戦にもならないわけなんで、僕だったら重信さんね、切り札ですけども、 絶対1点取りたいっていうところなんで、丸選手にダイソー出してると思うんですよね。そこがちょっとチグハグというか、矛盾というか、ちょっと出し惜しみしてるっていうところが、ちょっとね、なんて言うんだろう。うん、どうなのかなっていうふうに。まずは1点取らないと延長戦にもならないんだったら、そこでまず余力出してって、まだだって松原選手とかもいるわけなんでね。足で言ったらね。だから僕はそこはね、ちょっと疑問に思ったというか、 負けは負け、一緒の負けでも、やれることやって、負けようぜっていう思うタイプなんで、皆さんはちょっとどう思うかわかんないですけど、ぜひね、コメント欄とかで、これは、あのー、こう思いますとか、僕はこう思いますみたいな意見いただけると、えー、僕もね、コメント返ししたいと思うので、ぜ、え、ひ、ー、ね、皆さんよろしくお願いいたします。はい、そんな感じですね、今日ね、まあ2対1と、まあ1対2というところで、赤配というかね、まあ、惜しいところでしたけども、 ちょっとね、うーんー、まあ、安倍監督がやろうとしてる野球っていうのはわかるんですけども、ちょっとね、今日に関しては、このね、え、重信さんとか、え、そういったところ、あの、ダイソーの切り札を出す出さないみたいなところは、ちょっとね、僕からしたら不満があったというか、どうなのかなというふうに思ったんで、ぜひね、皆さんの意見聞かせてください。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。 And I don't need to have my own permission.